ください。はい。おはようございます。5回目の授業のリアルタイムの方をやっていきます。では、コメントの方ちょっと、掲載が遅れたんですけど、今、掲載しまして、こちらの方ですね、見ていきたいと思います。今日この部分をリアルタイムで扱おうと思うんですけども、講義動画の時間を見て何を思うかの、最後のところで何を話そうとしたのかは気になりますということなので、まあ、これちょっと3分ぐらい。まあ、だから3分というと多分10分ぐらいになるんです、なると思うんですけども、それぐらいの時間で話そうと思います。行列の話になります。あ、音聞こえてますか？大丈夫ですか？はい、ありがとうございます。ですね。で、どういうことなのかというと、ちょっと、どこの話だったかということをちょっと思い出すわけですけども、ちょっと待ってくださいね。ここですね。これですね。痴漢を見て何を思うかっていうのは、まあ、性的な見方と動的な見方っていうのがあって、置き換わった後の、この並び、痴漢を順列として見るという見方と、この映している、この操作なんだという見方ですね。前端者としての痴漢。っていう、まあ、見方を柔軟に使い分けられると良いと言ってて、その最後のところですね、最後のところっていうか、痴漢群を考えるところとか、群を生成するところでは、まあ、この見方を、柔軟に行き来しているというような感じだったわけです。で、こういうのはですね、他にもあるんだっていう話をしようとしてやめたんですね。まあ、ちょっとこの回、だいぶ時間が伸びてしまいましたけど、こんな感じをちょっと考えると、これ行列書いてですね、これ 2×2 の行列ですね。何かというと、このマイナス2、10、3、2っていう、まあ、これ 2×2 の行列ですけれども、これは、右側の式と等しいです。これちょっと先ほど手で計算したので、間違っているかもしれませんけども、ダウンと合ってて、例えば、マイナス2っていうのは、4、マイナス2っていう、まあ、横ベクトルと、1、3っていう縦ベクトルの積であるとですね。うん、多分合ってますね。はい。よく間違える。4、3、12。4、3、12で。だからここ間違ってますね。8じゃないですね。だからここ8ですね。10じゃないですね。8ですね。って感じで、こう間違ってるのをよく直します。だからこれ、人も間違ってるんで、これ10じゃ8だと。いうことになりまして、まあ、こういう形で、まあ、行列の積は計算できるわけです。で、まあ、こういう操作は皆さん、まあ、ご存知なんですよね。で、まあ、こういうものを見て何を追うのかってことになるわけです。だから、行列は何なのかってことになるわけですね。で、下に書いてあるのは何かっていうと、ちょっとこの1、3、3、2って行列があったら、これは今ですね、この1、3っていう、まあ、縦ベクトルと3、2っていう縦ベクトルがこうなんか並んでるような、だからここになんか2つベクトルが、こう組になってるっていう、まあ、こういうその、なんだろうな、状態のようなものを表してるっていうふうになるわけですよね。だからまあ、これ、あの、だからまあ、これ、あ、これ、状態を表してるという感じですよね。で、まあ、このなんか状態があるときに、そこになんかこう、まあ、これ左からですけども、行列かけてると。で、行列かけたら、なんか、またこの左のような形になって、で、これがなんか別の状態を表したんですね。何かっていうと、このマイナス2、3っていうベクトルと、8、2っていうベクトルがあるっていうことは、またこれ状態になって。だから、このなんか行列っていうのは、なんかこういうなんか状態を表している。何かしらのですね。何かしらの状態を表しているものだっていうふうに、まあ見る。そういうか、これ性的な見方ですよね。的な見方もできますし、実はこの中にはもう一つ、登場している行列があって、それこの真ん中の、これですね。4マイナス201っていう。で、これは、その状態を、その右側の状態を、左側の状態に変換してるんだ。あ、これか、変換を表してる。行列っていうのは。この変換。だから何かというと、この1332っていう状態をマイナス2832に移すという、この変換がこの行列で表現されている。まあ、行列で表されている。4マイナス201という行列で表されている。で、だからその変換を表しているようなものも、これ実は行列になってるんですね。で、まあ、この変換って見方は、まあ、どちらかというと、これ動的な見方になってるわけです。動的な見方ですね。という感じで、行列っていうのは、まあ、その状態
を表すような、まあ、その静的な見方っていうのと変換を表すような動的な見方っていうふうに、まあ、そのまあ、二つ見方がありますねっていう話をちょっとしようかどうかと思って、まあ、口ごもったっていう感じですね。で、これはそう先ほどの、まあ、この、痴漢の性的な見方、動的な見方っていうのと、まあ、割と対応しているような気がするということなんですね。で、それをお伝えしたかったということを、口ごもんだということですね。で、まあ、ちょっと、今日はこれだけなので、もう少しちょっと話をすると、まあ、これそういうふうに思うんだったら、これは、まあ、ただ単に、なんかこの状態の方は、なんかこの、だからベクトルがたくさんあるのを無理に行列にしているような印象も与えているわけですよね。なんか別の書き方だと、例えばすると、マイナス23イコール4マイナス20113。まあ、こういうもので本来あるべきなのかもしれないですよね。なんか一つ13っていうベクトルがあって、ここ13っていうベクトルがあって、それをこの変換を通してマイナス23に移るっていうものが1個あって、それをなんかその2つこうなんか束ねてると、束ねてるって何かというと、今この変換が1個あるんだけども、それともう1つ、82っていうのが、4マイナス20132っていう、その32をこの行列で変換した先であるっていうふうな、なんかこの2つをただこの上の表現、上に書いてる式っていうのが束ねてるだけのようにも、まあ、見えるわけです。見える。で、まあ、実際そうなんですけども。で、そうすると、なんかこの状態をなんか行列で表している、必然性はあんまりないかなっていうような気はするわけですね。気がするわけですね。で、それは一理あります。で、一理あるんですけども、実は状態を行列で表すことが本質的になる場合というのがあります。で、それ何かっていうと、量子力学です。で、量子力学は、の話をこれするわけじゃないんだけども、量子力学はどちらかというと、初めにこの下のような立場があるって感じなんですね。これ、ベクトルを行列によって変換するとベクトルになるっていう感じなんだけども、で、まあ、量子力学的な言い方をすると、このなんかベクトルで表されているような状態っていうのは、まあ、古典状態とかっていうふうに呼ばれているようなものに対応するっていうふうに